三度の飯より江戸が好き、お江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。本日のテーマは時代劇スターの実像捕り物編ということで、このシリーズは以前水戸黄門でおなじみのね徳川光圀、実は諸国行脚はしてなかったよとかね、結構若い頃はめちゃくちゃだったよみたいなお話をさせていただいたんですけれども、今回は捕り物ですね。要は町奉行所の人が、盗賊とか悪い人たちを捕らえるという捕り物をテーマにしていきたいと思います。まずは捕り物で追われる側の人物についてご紹介しましょう。義賊と名高いネズミ小僧次郎吉、実はクズだった？はい、ということで、天保3年5月5日の夜、江戸時代を代表する大盗賊ネズミ小僧が日本橋浜町、当時の柿柄町にある小畑藩の中屋敷で捕まりました。15年間にわたり3000両ですので、およそ2億4000万円以上の盗みを働いたといいます。ネズミ小僧は武家屋敷だけを狙い、盗んだ金は庶民に与えているなどと評判が立ちまして、義賊としてねヒーロー視されて、処刑の際にはネズミ小僧の人気を鑑みて美しい着物が着せられまして、薄化粧まで施されたというんですよね。ただしかし、この義賊ネズミ小僧というイメージは、狙うのは庶民ではなく武家屋敷という犯行スタイルから人々が作り上げた憶測でして、実際はね、盗んだ金を庶民に与えるようなことはせず、飲む打つ買う、つまり酒とギャンブルと女につぎ込んでいたということが分かっております。つまり単なるクズ男が起こした強盗事件だったんですね。そんな彼が一体どうして義賊と呼ばれ、時代劇の人気キャラクターになったんでしょうか。ネズミ小僧が生まれ育ったのは日本橋人形町界隈。この辺りにはお江戸屈指のエンタメ街、堺町、吹屋町といった芝居町がありました。ネズミ小僧の父親は堺町の中村座でもぎりの仕事をしておりまして、家はすぐ近くの元吉原のあたりにあったといいます。吉原遊郭というと浅草のイメージがありますが、江戸時代初期は人形町にありまして、こちらは移転後の浅草の新吉原に対して元吉原と呼ばれておりまして、それからね、吉町という若い男子が接客をする影魔茶屋街もある歓楽街でした。芝居町と元吉原、そして吉町、ネズミ小僧の遊び人気質はこういった誘惑の多い場所にゆかりが深かったことが少なからず影響しているのかもしれませんね。ネズミ小僧が生まれたのがこの界隈なら、捕まったのもこの界隈。逮捕現場になった小畑藩邸があるのはネズミ小僧が生まれ育った歓楽街からほど近いエリアですが、この界隈はほとんど武家屋敷地でございまして、土地勘のあるネズミ小僧にとっては盗みに入るには最高の職場だったようです。ネズミ小僧って生涯に2回捕まっておりまして、1度目の時は未遂で、今回が初犯だというふうに、ね、言い張って刑は軽く済んだんですけど、最初に捕まったのも柿柄町の武家屋敷だったんですね。ちなみに捕らえられた時に、なんで武家屋敷だけを狙ったのかと理由を聞かれますと、武家屋敷は一見立派でも見かけ倒しで警備がずさんだし、万一見つかっても役人が家主に遠慮してなかなか入ってこないから逃げるのも簡単だったと答えたそうです。このあまりにも武家をなめた供述が出回ってしまいますと、盗みに入られた大名家や捕まえられなかった役人の面目が立たなくなってしまうことから、武家屋敷を狙った本当の理由は伏せられ続けました。結果、弱い立場の庶民からは盗まない義賊ネズミ小僧伝説が後説として語り継がれていったということなんですね。さあ、続いては追う側、町奉行のスターを見てみましょう。遠山の金さんこと遠山金四郎景元、女の生首の彫り物を入れていた
ということで、こちらの浮世絵の真ん中に描かれている遠山の金さん。時代劇の遠山の金さんといえば北町奉行としておなじみですよね。お白洲で肩の彫り物を見せながら、いやいやいやい、この桜吹雪をよもや見忘れたとは言わせねえというシーンなんかお決まりですが、実際の町奉行遠山金四郎景元の彫り物は女の生首だったんじゃないかという説があるんです。時代劇をお好きな方はなんかちょっと聞いたことがあるかもしれませんね。このあたりについて詳しくお話ししたいと思います。まず遠山金四郎景元に彫り物があったのかについては諸説あるんです。というのも、実際にそれを見たという人の証言がないからなんですが、彼には着物の袖がめくり上がると気にするという癖があったそうなんですね。このことから腕に彫り物があるんじゃないかと噂をされていたらしいんです。ただ金さんが北町奉行の現役時代って、幕府の老中水野忠邦による天保の改革というのが行われておりまして、質素倹約贅沢禁止の一環で彫り物停止令、彫り物禁止というお触れが出ておりました。なので立場上ね、彫り物があったとしても時代劇のように人に見せるなんてことはなかったはずなんですね。でも彼、若い頃にちょっと荒れてた時期があって、やんちゃな友達も多かったんです。やんちゃで威勢のいい男子たちの間ではファッションとして派手な彫り物が流行していました。だからこそ天保の改革で規制の対象になったということなので、この状況を考えると若い頃に彫り物を入れた可能性自体は否定できないなと思います。で、町奉行になった遠山景元は例の質素倹約贅沢禁止をスローガンとする天保の改革でね、潰されそうになった歌舞伎の芝居小屋を、ネズミ小僧の頃は江戸の中心部の日本橋界隈にあったわけなんですが、これを郊外の浅草に移転することで救いました。庶民の娯楽を守った歌舞伎の恩人ということで人気はうなぎ登り、特に歌舞伎業界では神様のような存在として崇められまして、明治になると歌舞伎の主人公になりました。これがその作品遠山桜天保日記の浮世絵なんですが、これね、台本に片肌脱ぎで双方をなだめる、その腕に生首が文を加えたるぼかしの彫り物いっぱいあるという描写があるんですね。で当時の雑誌にもね、遠山は二の腕から肩にかけて彫り物をしていて、その絵柄は髪を振り乱して口に文を加えた美女の生首だったという趣旨のことが書かれております。で同じ年に発売した別の雑誌には左腕に花の絵柄を彫っていたともあるので、この頃にはね、どうやら金さんの腕には彫り物があったらしいという話が有名だったようです。でその後講談で山桜の彫り物っていう設定が入りまして、時代劇ではさらに派手にということで桜吹雪になって現在に至るというわけで、真偽のほどは分かりませんが、以上のような状況なので実在の金さんの彫り物はあったとすれば桜吹雪ではなく女の生首というのが有力な説です。で金さんって北町奉行だけじゃなくてね、後に南町奉行も務めてるんですよ。両方務めた人って江戸時代通じて数人しかいないので、まあ本当に時代劇のように実際に庶民から慕われて相当優秀な人物ではあったんですね。また遠山の金さん、町奉行になる前に西の丸の小難度というお役目を務めておりましたが、ある病気のために馬に乗ってお城に上がることができなくなりまして、上司に申請をして5ヶ月に限って籠での途上を許されたことがありました。これ何の病気だったと思いますか？馬に乗れないということはどんな症状か、ちょっと想像してみてください。正解は痔です。遠山の金さん長年痔を患っていて、馬に乗ることもできないほど悪化していたそうです。まあ、座り仕事ですからね、きついですよね。ちなみに時代劇スターのあの人も痔でした。時代劇大岡越前の大岡裁きでおなじみの大岡越前守忠相ですね。
彼の書いた日記に克明に症状が記されておりまして、1日目はお尻に激痛が走って目が覚め出血もしていた。これは2日後に決まっている公用の仕事に出席できないなと思い、行事責任者に申告をしたというんですが、今更言ってもダメという返事が返ってきたそうなんです。この行事の責任者とね、大岡忠介ってお役目上ライバル関係にあったので、ちょっと意地悪な返事をしたのかもしれないですね。結局行事は延期になったんですが、日記に書くぐらいなので大岡忠介としては相当悔しかったのかもしれません。いや、当時はお尻を拭くトイレットペーパーって浅草紙っていう浅草界隈で作られたゴワゴワの再生紙ですし、手術で痔を治すという技術もないから、お灸などの対処療法しかなかったんですよね。一度痔になると長引きまして、悩んでいた人って多かったみたいなんです。遠山の金さんと大岡越前、面さばきの裏で大変な思いをしていたんですね。ちなみに大岡越前といえば大岡さばきが有名ですよね。例えば三方一両損のお話。ある人物が三両を拾い落とし主に届けました。しかし落とし主は、一旦落とした金は俺の金ではないと受け取りを拒否。どちらも金を受け取らないと譲らず喧嘩になったため、大岡が間に入りますが、大岡は二人の金にこだわらない姿勢に感心しました。そこで自らが一両を差し出して合計四両にして、両者に二両ずつ与え、二人とも三両もらえるはずが二両になったので一両損をした。そして私は一両損をした。これを三方一両損というと説得して事態を解決しました、なんていうお話ですが、これは実際は大岡越前ではなく別の人のエピソードとして伝わっているお話です。世に伝わっている大岡裁きのほとんどは過去のさまざまな偉人の逸話などが元ネタになっておりまして、これが享保の改革で活躍して人気と知名度絶大な大岡越前の神忠助に結びつけられて、講談や落語などで語り継がれた創作なんですね。ちなみに町奉行のお仕事の実態については、江戸の町奉行という動画もございますので、そちらをぜひご覧ください。いや、今日はいろいろ夢のないお話をしてしまいましたけど、私はね、時代劇が大好きです。時代劇っていうフィクションの世界も、史実を知ってると登場人物により親近感を感じたりとか深く楽しめると思いますので、この動画が皆様がより時代劇を楽しむきっかけになれば幸いです。いかがでしたでしょうか。本日の動画、お江戸いいねと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。